はい、じいさん。あんた、俺たちがどういう人間か、ちゃんとわかってるのか？言っておくが、俺の兄貴は若頭だ。あんたみたいな老いぼれには、手も足も出せやしないだろうよ。わかったら、とっとと有金全部置いてずらかりな。俺は、胸ポケットから財布ではなく、スマホを取り出した。それに気づいた長岡は、俺の手からスマホを叩き落とした。おっと、スマホなんか出して、どういうつもりだ？俺が出せっつってんのは金だよ、金。変な真似すんじゃねえ。もし警察に通報したら死ぬぞ。その言葉を聞いた俺は、思わずふっと笑いをこぼした。通報？しねえよ。余裕しゃくしゃくな俺の様子を見て、長岡はぎょっと目を見開いた。俺の名前は本間傑。今年69歳になるじいさんだ。まだ仕事は続けているが、第一線の現場は若い奴らにすべて任せている。俺はガキの頃からある程度の落ち着いた年齢になるまで相当やんちゃを重ねてきた。どれだけの人たちに迷惑をかけたかわからない。今さら心の中で謝っても遅いが、どうやら自分の中でもわだかまりがあるらしい。時折昔の夢を見たりする。俺の人生もすでに折り返し地点を過ぎてから随分経過した。この頃は体も思うように言うことを聞かない。これから俺を待っているのは墓場だけ。こんなネガティブなことなんて若い頃は考えもしなかったのに。歳を取るというのは、そして自分の老いを受け入れるということはなかなか辛いことではある。でもちゃんと現実も受け入れてこそ、年老いた人間の存在価値が上がるというものだ。そんな俺の生きがいは、今年19歳になる孫息子の宗介。俺の娘が産んだ一人息子だ。宗介はまるで小鹿のようにつぶれで、澄んだ瞳を持っている。俺は生まれた時から今日に至るまで、宗介が可愛くて可愛くてしょうがない。自分でこんなこと言うのも変だが、かなりの親バカならぬジジバカだ。宗介は現在、有名国立大学に通っている。頭の良さは俺譲りとは残念ながら言えない。むしろ俺とは正反対と言った方が正しいだろう。俺が宗介くらいの年の頃は、ひたすら毎日喧嘩に明け暮れていた。無鉄砲な昔の自分を思い出すと、我ながら苦笑いしてしまう。宗介は大学進学とともに学生向けのアパートで一人暮らしを始めた。大学は自宅から少し遠い程度なので、俺は当初、一人暮らししたいという宗介の希望に反対した。家から遠いのが嫌なら、毎日送り迎えさせる運転手を雇うとも申し出た。しかし、宗介は自立のために一人で暮らしてみたいのだと、俺の提案を断った。宗介は昔からおとなしくて優しい性格だが、まっすぐで、強い芯が一本通っているのだ。一度こうと決めたら、誰が何と言おうとそれを変えることはない。その頑固さは俺に似ている。俺は仕方なく、せめてアパートの家賃の半分の額だけは俺に出させてほしいと頼んだ。しかし、宗介が首を縦に振ることはやはりなかった。宗介は生活や大学の費用を自分で全て賄うため、朝夕の新聞配達の他に、夜は居酒屋でのアルバイトにも精を出している。
さすがに頑張りすぎではないだろうか。心配でたまらない俺は、実は一度宗助が働く居酒屋へ偵察に行ったことがある。もちろんこのまま行けばすぐにバレてしまうので、口ひげや帽子で変装して挑んだ。おとなしいあの子がちゃんと働いているのか不安でたまらなかったのだ。しかしそれは杞憂に終わった。一生懸命働いている宗助の姿を見た俺は、あんなに小さかった孫が立派な大人になったのだとようやく実感することができた。初めてのバイト代が出た日、宗助は俺にハイブランドのネクタイをプレゼントしてくれた。本当にじいさん思いの優しい子だ。俺は大事な仕事の時にはいつもそのネクタイを身につけている。このネクタイを締めるたびに、俺は宗助のために一日でも長生きするぞ、と自分を鼓舞するように思う。俺もいい加減、孫離れしなければ。そう思い、最近は宗助に電話やメールで連絡する機会を意図的に減らしている。正直かなり寂しいが、これも孫のためだ。宗助もそんな俺の気持ちを知ってか、自分から連絡してくることはほとんどなくなってきていた。しかし、連絡の頻度は減っても、俺たち家族の絆は変わらないものだ。そんな具合に穏やかな毎日が過ぎていった。しかしある日の夜、娘から電話があった。娘は憔悴した口調で、なんと、バイト先で宗助が怪我をさせられて、病院に運ばれたと俺に告げた。俺は頭の中が真っ白になった。何より、怪我をさせられた、とは一体どういうことなのだろう。俺は疑問に思いつつ、気の見気のまま、宗助が手当てを受けている病院へと急いだ。俺が病院へ到着した時、搬送時と同じく意識不明のままだった。どうやら誰かに頭を思い切り殴られたらしい。そして意識を失って床に倒れ込んだ時の衝撃の影響もあるようだ。病院には宗助のバイト先の居酒屋の店長も心配してついてきていた。店長は居酒屋に柄の悪いチンピラが来て他のお客さんに絡み出したこと、そしてそれを止めようとした宗助をそのチンピラが殴りつけたことを俺に教えてくれた。それを聞いた俺は怒りのあまり震えが止まらなくなる。店長はそのチンピラがヤクザ組織熊田組に所属する長岡という男であることを付け加えて俺に伝えてくれた。どうやら長岡はたびたび店を訪れては諸話代を要求してくる迷惑な輩らしい。熊田組といえば数年前に発足した組織だ。俺は子供の頃から宗助に困ったことがあればいつでも相談しろよと言っていた。しかしその相談の機会を俺は宗助との連絡を控えることで自ら立ってしまっていたことに気づいた。こんなことなら孫離れなんてものにこだわらず、今まで通り何でも相談するように改めて伝えておくべきだったのに。俺は取り返しのつかない後悔の気持ちに苛まれた。しかし、いくら悔やんだところで過ぎ去ってしまった過去は変えることができない。俺は娘に宗助を任せ、熊田組の事務所へと向かっていった。事務所に着くと早々に組員らしき屈強の男に出迎えられた。男は俺に用件を尋ねる。俺は長岡に会いたいと伝えた。男は一体何の用だと続けて俺に聞いてきたので、俺は
孫が怪我させられた件について話したいことを告げた。ほどなくして、事務所内から長岡が出てきた。長い金髪に薄い眉毛、そして耳や唇には大量のピアス。ヤクザというより、ヤンキーと呼ぶ方が奴にはふさわしいだろう。長岡は眉間にシワを寄せながら、俺をジロジロと見ている。おい、じいさん。あんた、居酒屋のことでごちゃごちゃ言ってるらしいじゃねえか。俺は、長岡に孫の件で話したいと改めて伝えた。長岡はふっと笑い、俺について来いと言ってどこかへと歩き始めた。俺は、おとなしく、奴の後についていくことにした。何をされるかはわからないが、今はそうするしか方法がない。たどり着いた場所は、人気のない廃工場だった。電灯もわずかに光るばかりで、あたりはかなり暗い。俺は長岡に、なぜ孫にあんなことをしたのかと尋ねた。長岡は宗助が、生意気に正義感を振りかざしたから懲らしめてやったのだと俺に言った。俺は宗助に、間違ったことは必ず正すようにと教え込んできた。しかし残念ながら、今回はそれが余計な騒動の種となってしまったのだ。もちろん、宗助のやったことは何一つ間違ってはいない。悪いのは俺の目の前にいる、この男なのだから。長岡は続けて俺を脅し始めた。ところでじいさん、俺たちがどういう人間か、ちゃんとわかってるのか？言っておくが、俺の兄貴は若頭だ。あんたみたいな老いぼれには、手もわしも出せやしねえだろうよ。わかったら、とっととあれがね、全部置いてずらかりな。俺は、胸ポケットからあるものを取り出した。それは財布ではなく、スマホである。そのことに気づいた長岡は、俺の手をはたいて、スマホを地面へと叩き落とした。おっと、スマホなんか出して、どういうつもりだ？俺が出せっつってんのは金だよ、金。日本語わかる？変な真似すんじゃねえ。じいさん、もし警察に通報したら死ぬぞ。そう言うと長岡は、俺の腹めがけて思い切り蹴りを入れてきた。俺はそれをもろに食らい、思わずぐはーと声が出た。そしてそのままその場にしゃがみ込んでしまった。俺は息を整え、目の前に落ちているスマホへと手を伸ばした。しかし、長岡はまるでサッカーボールのように俺のスマホを遠くへと蹴り飛ばす。俺は、遠くに飛ばされたスマホの場所まで必死に向かう。しかし、長岡はまたしてもスマホを遠くへと蹴り飛ばしていく。そんなことがしばらく続いた。長岡はケタケタと気味の悪い声を上げている。いやー、みじめみじめ。警察に頼ろうたってそうはいかねえからな。俺は絶対こんな情けないじいさんにはなりたくねえわ。スマホを求めてあちこち走り回った結果、俺はすっかりヘロヘロになってしまった。そんな俺の襟元に長岡は容赦なくつかみかかった。そして俺の頬に一発殴りを入れたかと思うと、その後続けて何発もタコ殴りにしてきた。俺はスタミナも切れて反撃する気力さえない。歳を取るというのは本当に残酷なものだ。若い頃はこんなチンピラ一撃で倒すことだってできたのに。長岡は俺のスマホを手に取ったかと思うと俺に、ほら、警察に通報したいんだろう。俺からこのスマホ奪えたら通報させてやるよ、と。俺の目の前にスマホをちらつかせた。
俺はスマホを取り戻そうと必死になるが、掴もうとしては長岡の俊敏な動きについていけず、空振りを繰り返す。次第に俺も疲れてきて、動きがとんと鈍くなってしまった。長岡はまたしてもケタケタと笑い声を上げて、俺を挑発した。おいおい、どうしたんだ？そんなことじゃ、いつまで経っても通報なんてできねえぜ。これだからトロい動物はダメなんだよ。その言葉を聞いた俺は息を整えて、ふっと笑った。通報？しねえよ。長岡は一瞬、俺を見て固まった。しかしすぐに俺に対して、このじいさん気でも触れたのかと嘲笑いを始めた。俺は続けた。さっきから通報通報って、おい坊主。お前さん何を勘違いしてんだ？そんなもんしちまったら、こっちまで痛い腹を探られかねないだろうが。長岡はぎょっとしたように俺を見つめた。どうやら内心はたじろいでいるようだが、それを悟られないように必死に隠している。弱い者ほどこういう予想外の事態にひどく動揺しがちだ。長岡は俺にスマホのロックを解除させ、そんな強がりを言うなら兄貴を呼ばせてもらうと言って若頭らしき男に電話し始めた。しばらくすると熊田組の若頭三沢が現れた。俺は長岡に兄貴と慕われている三沢に向かって思わず苦笑いを投げかけた。三沢は俺を見るなりまさに顔面蒼白といった顔色になった。三沢は慌てて俺の元へとかけてくる。長岡は三沢に、兄貴、このじじい、さっさととっちめてやりましょうとニヤニヤしながら囁く。それを聞いた三沢は、長岡を大声でバカ野郎と怒鳴りつけた。長岡はどうして怒鳴られたのかわからないようで、不思議そうな顔をしている。三沢は即座に地べたに手をつき、俺に対して土下座した。本間さん、この度はうちの若いのがとんでもないことをしでかしてしまい、大変申し訳ございませんでした。これもすべて、組員の教育を取り仕切っている、熊田組若頭の俺の責任です。三沢は、地べたに頭をめり込ませんばかりに、謝罪の言葉を続けている。そんな真摯な謝罪を受けた俺は、頭を上げるように三沢を促した。長岡はますますそんな状況を理解できないようだ。顔を上げた三沢は長岡に、この方を誰だか知っているのかと尋ねた。長岡はポカンとした顔を浮かべて、かぶりを振っている。三沢は、はぁ、と大きなため息をついて、痛そうに頭を抱えた。そして、俺がこの辺り一帯のヤクザの総本家、山本会の次期会長であること。そして自分たちが所属する熊田組は山本会の傘下であることを長岡に教えた。長岡は信じられないといった様子で後ずさりし、だったら殴ったり蹴ったりした時になぜ反撃してこなかったのかと俺に尋ねた。俺は組織の上層部に就任した時から第一線を抜いたからにはもう二度と誰にも手を挙げないと自分の心の中に誓いを立てたこと、そしてそれを破るわけにはいかないから長岡にも手出ししなかったことを明かした。長岡の顔は見る見るうちに真っ青へと変化していく。奴の肉体から血の気が引いているのが見ているこちらにも一目瞭然だ。三沢はもともとはうちの組員で、勢力拡大に伴い山本会を分裂化させた際に熊田組の若頭に就任した男である。だから当然、俺は三沢のことをまだ青っ鼻を垂らしていたような駆け出しの頃から知っていた。そんな圧倒的な上下関係もあって、
ミサーは俺に何度頭を下げても満足できない様子だ。長岡はどうしていいのかよくわからないようで、ただ呆然と突っ立っているばかり。俺はそんな二人を前にようやく本題を切り出した。もちろん、愛する孫の宗介の怪我のことだ。大事な孫を傷つけられたとあっては、お咎めなしで見逃すわけにはいかない。傘下の組織の組員がしたことでなければ、本来ならドンパチ騒ぎの構想に発展するような重大事件だ。俺は宗介が未だに意識不明であることを告げた。そして、それ相応の処分を長岡に下さざるを得ないことも付け加えた。ミサーは、すべて俺の意のままにしてほしいと頭を下げた。しかし、長岡は開き直ったように、俺を睨みつけながらこう言い放った。はん、殴った相手が本家の次期会長の孫だったとはな。俺もついてねえ、相手が悪かったぜ。でもよ、こんな老いぼれのじじいが次期会長だなんて、山本会ももう終わりかもな。それを聞いて、俺より先に長岡に手を出したのは三沢だった。三沢は昔から誠実で実直の男だ。強がりとはいえ、立場が上の人間に対する暴言を、この男は絶対に許さない。三沢は長岡に馬乗りになり、顔が腫れ上がるまで何度も何度も殴りつけた。あちこちから血が流れる長岡の顔を見て、さすがにもういいだろうと、俺が止めに入ったくらいだ。三沢は長岡に厳しい処分を下すことを改めて告げた。長岡はまだまだ懲りていないようで、ヤクザなんて割に合わない家業、クビになる前にこっちから辞めさせてもらうぜと叫んだ。俺と三沢はそれを聞いて、顔を見合わせて大笑いした。長岡は何がおかしいと虚勢を張っている。俺は長岡の顎をぐいっと持ち上げて教えてやった。あのなあ、坊主。俺たちは会社に辞表を出したらすっぱり退社できる片木さんとは根本的に違うんだよ。そんなこともわからずにヤクザをやっていたなんてお前さん、いくら傘下の組員とはいえ、さすがに俺も恥ずかしいぞ。長岡は俺を殴ろうとしたが、三沢が素早くそれを止めて帰り討ちに合わせた。三沢に急所を攻撃された長岡は、猛烈な痛みに苦しみもだえている。俺たちの世界をやめるときに必要なもの。それは辞表なんかではなく、たった一つのけじめだ。俺は長岡にけじめをどうつけさせるべきか思案した。このろくでなしは、指を一本落とさせたくらいでは、きっと改心しないだろう。かといって、このまま何もせずに一般社会に放り出してしまえば、片木さんに迷惑をかけることは目に見えている。しかし、こちらの事情もあるので、警察に通報するわけにもいかない。俺はぼそっと、始末するしかないかなとつぶやいた。どうやら長岡は耳だけは人一倍いいらしい。俺の小声のつぶやきに長岡は、ひーっと情けない悲鳴を上げて反応した。俺と三沢は思わず苦笑いをこぼす。俺は三沢に長岡を山本会で引き取って、一から鍛え上げ直してはどうだろうかと提案してみた。三沢は、確かにいいアイディアですが、それでは熊田組としてこちらの申し訳が立たないと納得できない表情を浮かべた。俺は三沢の言い分はもっともだと思った。俺と三沢は長岡そっちのけで議論を重ねる。と、その時だった。長岡は話し合う俺たちの目を盗んで、ダットのごとく走って逃げ出していくではないか。三沢はすぐに長岡を追いかける。学生時代、陸上競技でインターハイに出場経験のある三沢にとって、
10歳以上年の離れている長岡に追いつくことなどは造作もなかった。長岡は三沢に捕まり、うるさいわめき声を上げている。三沢は俺にまたしても頭を下げた。彼は一体、今日だけで何度俺に頭を下げているのだろう。出来の悪い部下を持つと大変だ。俺は思わず三沢に同情した。俺は長岡をじっと見つめる。この男には叱るべき場所で、叱るべき処分を受けてもらおう。そう思った俺は、長岡が地面に投げ捨てていた俺のスマホを拾い上げた。幸い頑丈にできている機種のため、壊れてはいない。そして俺は昔馴染みの、ある男の元へと電話をかけ始めた。その後、俺の手配によって、長岡は意外な場所で働くことになった。それは遠く離れた地方のマグロ漁船の上だ。俺は騒動の後、馴染みの漁師の須田さんの元へ連絡した。実はこれまでも、ならず者の元も組員たちを何人も須田さんに面倒を見てもらっている。そんな間柄だから、今回の話は早かった。厳しい漁船の中に投げ込まれた長岡は相当不真面目な働きぶりだったらしい。長岡は船長の許可なく勝手に船を出すこともよくあったようだ。その日も一人で海に出た長岡は途中で雷雨に見舞われ、激しい波に船ごと飲み込まれた。そして行方不明のまま現在に至っている。今頃は海の藻屑と化していることだろう。厳しい環境で改心することがなかったのは残念だが、これも奴の身から出たサビだ。一方、俺はというと、山本会の会長の職を正式に拝命した。ただ、それよりももっと嬉しいことがある。それは、孫の宗介が意識を取り戻したことだ。宗介はしばらく入院生活を送った後、先日ついに退院した。今はすっかり元気になって、相変わらず学業とバイトを一生懸命頑張っている。最近、初めてできた彼女を俺に紹介してくれた。同じ大学に通っているという、とても素敵なお嬢さんだ。宗介は今まで俺には見せたことがない、照れくさそうな顔で笑っていた。年老いた俺にとっては何とも微笑ましい限りだ。でも、宗介に負けないように、俺も会長としての仕事を頑張らなくては。宗介から刺激を受けた俺は、心を新たにした。俺はこれからも愛する孫と一緒に生きていく。最後までご視聴ありがとうございます。もしよければチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。